はい、皆さんこんにちは。5時半になりました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。よろしくお願いいたします。今日はですね、7月の30日です。っていうかもう暑いですね。もうようやく梅雨明け、青森県もしましてですね、もう毎日夏を感じております。本当に暑いなとまあ夏なんでね、やっぱり暑くないとっていうとこもありますからね。ちょっとこれも暑すぎるのもどうなんかなってちょっと思いながら、私はちょっと暑さに弱いもんで、ちょっと負けがちなんですけどね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。私たちのですね、住んでいる青森県は、あさってぐらいからですかね、8月の1日から、いろんな各地でですね、お祭りが始まります。有名どころは青森市のねぶた祭り、これ2日から7日までになりますけどね。私が住んでいる弘前でもですね、は1日から7日までねぷた祭りというのがですね、いよいよ始まるんですよ。で、津軽のね、夏って短いんですよ。今さっき暑いみたいな話してましたけどね、もうお盆過ぎたら結構もう涼しくなってくるっていう感覚をあるんですよ。っていうのもですね、もう朝晩は寝苦しいとか、そういうのが、まあ今ぐらいはあるんですけど、お盆くらいになるとですね、もう朝晩、まあ涼しいとは言わないですけど、寝苦しさっていうのはだいぶ軽減されてくる感じなんですよね。いわゆる熱帯夜っていうやつなんですかね。ああいうことはあんまりなくなるなっていう感覚を持ってますね。なんで、よく言いますもんね。お盆、いやまあ今暑いけど、お盆過ぎたらもうほとんど秋だよ、みたいな感じでよく言うんでね。そう考えたら、私たちの住んでるこの津軽地方っていうところの夏っていうのは、本当にもう3週間もないぐらいなのかもしれません。もう本当短い夏なんですけど、だからこそ楽しみにしているのがこのお祭りなんですよ。僕らのね、方言で、ジャワメグなんてね、言うんですけど、まあちょっとネイティブに言うとジャワメグって言うんですけどね。どういう意味かっていうと、こう、血が騒ぐというかですね。ウキウキしていても立ってもいられない、なんかそんな様を表す言葉をジャワメグアって言うんですけどね。このお祭りのシーズンになるとですね、まあ、この私たちのこの界隈の人たち、界隈って何だって話ですけど、界隈の人たちは血が騒ぎ始めてですね、もう祭りモード一色、まあ準備もやっぱり6月ぐらいからずっとやっぱ長い期間ですね、かけてやってますから、いよいよかと、いう形で、まあ、期待感がこう、ものすごい膨らんでいくという、なんでここの7日間ですね、まあ、弘前の場合は7日間、の祭りっていうところで、まあ、精一杯この夏を感じるというようなですね、で、それが終わると、お盆の準備が始まって、で、お盆が来たら、秋風がちょっと夜は吹いてくる、なんかそんな季節になってまいります。はい。ということでですね、今日はちょっといつもと違う感じで、ラジオを始めさせていただいておりますけれどもですね、ちょっとこう、今日は動画、YouTube でも上げさせていただくんですが、映像はちょっとなしで、本当に声だけでお送りさせていただきます。はい、メッセージもですね募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com、 すべて小文字の797@fmgino1.com です。この番組 YouTube、
FM ギノワンさんの YouTube でも、お聞きすることができますし、あとはオンタイムでは毎週のラジオ、リスラジなんかでもですね、聞くことができます。あとは、YouTube でですね、ご覧の皆様には、QR コードが画面上見えてるかなと思うんですが、その QR コードを読み込んでいただきますと、つながるラジオ専用でチャンネルも作っておりますのでですね、そちらからだと、もう過去のアーカイブっていうんですか、そういったものは簡単にご覧いただくことができますのでですね、よろしければ、いろんなことを語っておりますんで、もしよろしければ、ご登録の方もですね、お待ちしてますし、ちょっと、ながら聞きでもいいので、聞いていただけたら嬉しいな、なんて、そんなことも思っております。はい、それでは今日も30分間のお時間となりますけれども、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。この番組は、青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、ということで、お届けしておりますのは、つながるラジオです。パーソナリティは松山英和です。よろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっとこの声だけでお届けしてるんですけど、いつもと違う録音装置というか、収録方式をとっておりますので、雑音というか、生活音がちょっと入りやすいかもしれません。すでに車の音がね、もしかしたら入ったりなんかしてるかもしれませんけど、ご了承ください。申し訳ありません。はい。ということでですね、まあ、今日ちょっとお話ししようかなと、ちょっと思ってるのはですね、まあ、最近のことをちょっとお話ししようかなと思ってるんですけど、あんまりなんか自分の仕事のことを最近してなかったなと思うので、過去の仕事の話ばかりしてて、今の仕事の話をしてなかったんでですね、今の仕事であったことみたいなことをちょっと話そうかなと思うんですけど、私今まあいろいろな仕事をやってるんですけどね、その一つにこうデジタルサポートっていうようなことをやってるんですよ。で、どういうことかというと、少しね、こうデジタルにお困りごとをお持ちの方って、周りにもいらっしゃると思うんですよね。例えば、まあ、特にうちの家族でね、まあ、両親なんかもそうなんですけど、こうスマホを使っててですね、そのスマホでよく携帯会社さんからこう通知が届いたりするじゃないですか。お知らせの通知ですよ。アップデートしてくださいとか、あとはなんかね、規約が変わりましたよとか、いろんなお知らせって出たりするじゃないですか、通知。で、ああいう通知っていうのも、まあ、わかる方にとってはね、これは無視していいよとか、これは関係ないやとか、これやんなきゃねとかっていう判断が、まあ、つけられると思うんですけど、本当にちょっとこう、少しお困りの方っていうのはですね、その通知が来る都度、なんか、携帯がおかしくなっちゃったんじゃないかって、そんな不安を抱える方もやっぱ中にいらっしゃるんですよね。それだけじゃなくて、パソコンもそうなんですよ。ちょっとこう、アカウントっていうんですか、こう、例えばね、Google とかもそうですけど、新しくアカウントを作りたいっていう時もですね、アカウントの作り方がちょっとわかんないとか、で、まあ、Google で、使ってる方はご存知かもしれませんが、いろんな機能があってですね、すごく無料で使える便利な機能ってたくさんこう装備されているものなんですけど、
もうその中身がですね、どういったものが使えるのかっていうのがあまり分かってなくて、ちょっとこう仕事の効率を少しこう無駄にしちゃってるところもあったりとか、なんかそういう方もいらっしゃるんですよね。だから結構知らないことって、もったいないなって思うこともやっぱり多くってですね、なんかその知らないことにすら気づいてないっていうパターンもやっぱあったりするので、いろんなことをこうそういってひっくるめて、デジタル周り、ちょっとなんですかね、メーカーのお客様相談室に電話するほどのことでもない なんだけど、やっぱ気になってはいる、なんとかしたいと思ってる、解決したいんだけど周りに聞ける人はいない なんかそんなことって皆さんの周りにも結構多いんじゃないかなと思うんですよね。私も自身もやっぱあるので もう分かんないこと やっぱあるので、なんかそういうことをですね、ちょっとなんかお役に立てたらいいななんてことを考えてまして、まあ、デジタルサポートと、まあ、デジタルの関するお困りごとを、まあ、ちょっとしたことでもいいんで解決しますよっていうことをですね、お仕事としてさせていただいてるんですよ。で、先日はですね、Google フォームか。Google フォームっていうね、まあ、アンケートフォームっていうんですかね、そういったものを作ることもできたりするんです。昔だったらね、アンケート取るって言ったら、本当に、紙で送ってとかね、印刷してって、返信用封筒をつけてとか、なんかそういう時代も、今でもそういうこともありますけれども、ちょっとやっぱ手間にね、かかってしまうし、費用もかかってしまうというようなこともやっぱありますよね。で、今の時代だとそれが、まあ、Google フォームというアンケートフォームのようなものを使うとですね、まあ、いろんな形でこう応用が効いて、もちろんアンケートでも使えるし、まあ、出欠確認とかですね、まあ、参加したいです、セミナー参加しませんかの、その参加フォームみたいなのにも使えたりなんかですね、まあ、いろんな形でこう転用が効くわけなんですよ。ですごく優れていることとしては、そのフォームからまた、エクセルですよね。まあ、厳密に言うと Google スプレッドシートっていう、まあ、Google の中のエクセルみたいな機能があるんですけど、そういったものに、落とし込みができて、そのスプレッドシートから、マイクロソフトのエクセルっていうね、商品の方にも、落とすことができる、まあ、データの加工ができるっていうようなことが可能なんですよね。なので、すごくこう大きくってですね、そういうことができるっていうのは、まあ、しかも無料でできるっていうのはやっぱ非常に大きいなと思いますね。なので、先日ご相談いただいたお客様はですね、いろんなところにこう全国各地に商品を売ってらっしゃる方でですね、まあ EC サイトの販売みたいなことを考えてるわけじゃなくて、まあ、つながりのある方に、ちょっとこういいものをちゃんとお届けしたいって、そういうふうな思いをお持ちの方なんですよ。ですので、こう幅こうネットでめちゃくちゃ集客してめちゃくちゃ販売したいっていうそういうふうなお考えではないので、つながりのある方だから LINE でね、個人の LINE で、こういう商品あるんですけどどうですかと、まあ、具体的には食べ物なんですけどね、美味しい食べ物が農家さんで取れたんで、もしよかったらどうですかみたいなことをこう LINE とか、あとは Facebook でのメッセンジャーっていうね、同じ LINE のような機能があるんですけど、そのメッセンジャーでご案内したりとかしてですね、ご注文を承ってらっしゃったわけなんです。それって非常にこうやっぱり1対1でね、コミュニケーションを取ることってすごく大事なことですし、そこの中でやっぱり生まれてくるコミュニケーションでいろんな気づきを得られたりするし、近況報告にもなったりもするんでね、それもすごいいいことなんですけど、やっぱりちょっと悩まれていることとしては、そのやっぱ1対1で LINE をやってるわけなので、配送先のね、お伺いをしたりとか、いつお届けしたらいいかななんてことをお伺いするのも全部やっぱ1対1でやってるので、それがまあ10件ぐらいだったらいいんですけど、これ100件ベースとかなっちゃうと
結構大変じゃないですか。100人のお客様の LINE やり取りして、このお客様には何月何日に発送して、このお客様には何月何日に発送してっていうふうなことって、やっぱ結構大変ですよね。だから僕もちょっとたまたまですね、まあ、ご案内、その商品のご案内をいただいたんで、いや、これちょっと大変じゃないですかっていう話をしたんですよ。いや、そしたらもうめちゃくちゃ大変だと。もう今考えるだけでもうちょっと 気持ちが落ち込んじゃうよと。そんなこともおっしゃる。いや、売れるのは嬉しいんですよ。お届けできるのは嬉しいんだけど、なんかそこの発想のとこだけがね、やっぱちょっとネックなんだよね、みたいな話をされてらっしゃったんで、いや、だったらこういう Google フォームっていうのを使ってね、やることできますよと。で、さらに Excel にまで落とし込むとですね、発送の手続きっていうのもね、いわゆる、大手のね、配送会社さんたくさんありますけど、その配送会社さんの中には、Excel でこう住所をこうとか、配送先とか、宛名とかをこう一括でね、入力した状態で、ファイルをこうアップロードすると、自動的に送り状を作ってくれる、そんなサービスもあってですね、まあ、そういうサービスも使えるわけなんで、実際は Google フォームを使って、その運送会社さんの送り状のこう自動発行システムを使うとですね、かなりの、なんですかね、労力を削減できたりするわけなんですよ。だから、今、どうやって送り状を作ってるんですかって言ったら、やっぱこう手書きでやってるのもすごく多いんだ、みたいな話をされてらっしゃったんでね、そういう話を、まあ、今回はちょっと、Google フォームではやらなかったですけど、もう始まってしまってたんでね、次やるときからはね、ぜひ使いましょうよ、みたいな話をしたんですよね。これもやっぱり知ってるのと、やっぱ知らないのとだと、すごくこう仕事のね、分量というか、大きく減らせる可能性がやっぱあるんでね、100人分ちょっと手書きで送り状を書くってなると、まあちょっとかなり大変ですからね。それがほぼなくなると考えると、まあ、また違う活動に使うこともね、できますし。こういうのもね、知っておいて損はないのかなって、ちょっと思ったりしてるんですよね。本当そういうレベルでこう小さいことなんですよ。で、この前、ね、また別のお客様ですけど、デスクトップ、パソコンのデスクトップの整理整頓をしたいんですっていう、そういうお客様もいらっしゃいました。で、パソコンをちゃんとこう教室とか、そういうところに習いに行っている方、もしくは、そういう資格っていうんですかね、なんかそういうのを持ってる方から教わっている方だと、そのパソコンのそういうデータ収納の仕方みたいなのもきちんと習うのかもしれないんですけど、まあ実は私もそういう学校に通ったことは実はなくて、まあある意味我流なんですよ。そういうのってどういうふうにやってんだろうって言われたら、自分のやりやすい方法をこう今なんか見つけてやってるというか、あとはまあこれまでの同じ職場の中の人がうまいやり方してたらそれをパクるとか、まあそれぐらいな感じなんですよね。で、たまたまこのご相談いただいた方はですね、そういう、フォルダを作るとか、そういうことをこうあまり、今まではされてこなかったと。まあそういうふうな機能があって、その収納していけるっていうこと自体が、あまりこう発想として、ちょっとこうもうお持ちじゃなかったっていうことだったと思うんですけど、何かこうファイルをダウンロードしたりとか、新しいものを作ったら、まあ、最初にデスクトップに置くと、なんで保存先をデスクトップにしてるっていうことなんで、まあ、デスクトップがファイルでこうたくさん埋め尽くされてしまうっていうことがお悩みだったんですよね。なのでそういうやっぱお客様もいらっしゃるので、でも自分も経験あるんですよ。デスクトップやっぱり。どっちかって言ったら僕もそういう派だったんで、デスクトップに、今もそうだけど、処理中のものはデスクトップに保存をしていて、今作業中ですよね。
またすぐ開くものっていうのはデスクトップ画面に置いといて、で、それ使い終わったら、そのフォルダーを、まあ、なかったら作るし、あったらそのフォルダーの中にしまうし、みたいなことを繰り返してやってるっていうことなので、やっぱこうデスクトップ上で、なんかこう、お料理をしてるっていう感覚ではあるんですよ。なので、そのお客様とね、感覚は全く一緒なんだけど、その後は、お片付けの仕方だけ、ちょっとね、うまくいってないっていうケースだったんで、まあ、こういうふうにしてフォルダ作って、そのフォルダの中もこういうふうに、例えばこういうファイルの場合は、なんかこういうフォルダ分けをしたらうまくいきますよ、みたいなことをですね、お教えして、こうちょっとこうスッキリさせていく。で、あとはまあ、特に買い立てのパソコンとかはありがちなんですけど、無駄になんかね、全然一度も使わないんだけど、デスクトップ上にずっと居座ってるアプリとか、ショートカットとかで、ショートカットのキーとかですね、ショートカットキーじゃないか、ショートカットのものとかですね、結構あると思うんですよね。特にパソコンメーカーさん系のやつは多いと思うんですよ。そういうのはもう勇気を持ってショートカットなんで、捨てる。もう捨てることも大事っていうですね。まあ断捨離ですよね。まあもう本当実世界と一緒で、その辺はもう全く変わらないなぁと、ちょっと思ってるんですけど、そういう不要なショートカットを全部捨てていただいてですね。でも使うこともあるかもしれないんで、大元どこにあるのかっていうことをちゃんと知っておきさえすれば、あとはこの検索のね、仕方をちゃんと知っておきさえすれば、別に困ることはないですから、まあ、そもそも活用頻度が少ないっていうか、ほぼ活用してないっていう そういうものがね、結構並んでたりもするわけなんでね。そういうことも含めて、こう、ちょっとお伝えをさせていただいて、で、最後にこう、まあ、これはちょっとオプションですけど、やってもやらなくてもいいことなんですけど、いわゆるこうデスクトップの壁紙ですよね。壁紙、その背景に、ちょっとこう工夫をこうするっていうか、まあ、これやってる方結構いらっしゃるかもしれませんけどね。そのデスクトップ画面の背景自体に、例えばこう長方形の枠を何個かでこう用意をして、ここにはこういうものを置くとか、まあ、タイトルまで入れてもいいと思うんですけど、仕事とかね、趣味とか、なんかそういう形でこう、ファイルの置き場所を決めてあげるみたいなことをですね、できるような、そういう壁紙もちょっとこう作ってですね、差し上げて、こう背景画面としてこう設定をすると。まあなんか何事もやっぱこう決め事、マイルールを決めるっていうことなのかなというふうに思いました。なんとなくこう捨てるのが怖いというか、いかんせんね、こうかさばっていくようなものじゃないんで、実際のものとかは、買えば買うほど部屋の中がどん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 溢れ返っていきますけど、データっていうのはね、溢れてはいるんだけど、かさばってはいかないんでね、まあ、一つのフォルダの中に、まあ、こじゃまずにボーンってぶち込んじゃえば、一瞬はまあデスクトップきれいになるんで、ごちゃごちゃの状態にはなりますけどね、一瞬はなるんで、ちょっとそういう、まあ、考え方っていうんですかね、そういうのをちょっとこうやっぱ教えていくことも、なんかすごく喜んでくださったんで、ああ、よかったなっていうふうな、ちょっと経験を、先日しました。なんか、多分皆さん、僕自身もね、もうデジタルど真ん中の人間ではないので、偉そうなこと全然言えないんですけど、多分皆様の中でも、ほんとちょっとしたことなんだけど、困ってるなとか、そういえば、これ、ちょっと、このままなんだけど、どうしたらいいんだろうかなみたいなことあったらですね、ぜひ教えていただければなというふうに思います。FM ギノワンさんの、メールアドレスでも結構ですし、YouTube の QR コードから、なんかの、メッセンジャーでも、問い合わせフォームでも、何でも結構でございますのでですね、何かお声いただけたらなというふうに思います。何かお役に立てることもあるかもしれませんというようなところです。まあ今日はですね、ちょっとこう、最近の仕事のお話、まあデジタルのサポートを、こう、ちょっとした、ほんとちょっとした困りごとをサポートしてますよというようなお話をしてまいりました。
いかがでしたでしょうか。あっという間ですね。エンディングでございます。はい、この番組はですね、毎週日曜日の5時半、からお届けしております。青森県の弘前というところから、お届けをしております。沖縄の皆さんはですね、なかなか青森県にそこ足を運ぶ機会、もしかしたら少ないかもしれませんけどね。あんまり青森県の話してないんですけど、すいません。ホームページでもいいんでね、青森県でねぶたとか、ちょっと調べていただけたらですね、いろいろ、動画も上がってますし、ニュース映像なんかも多分出てくると思いますので、ちょっと、どんな雰囲気なんかなーっていうのを、このラジオきっかけで見ていただけたら嬉しいなーなんていうふうに思います。あとは、毎日私の方でもですね、いろんな情報発信をさせていただいておりましてでして、YouTube の QR コードの方にノートございます。ノートのアプリの中にはですね、毎日ちょっと何かしら情報発信をさせていただいているものがございますんで、よろしければノートのフォローでもいいですし、フォローいただかなくても読むだけでもいいですしですね。なんかいいなと思ったら好きとか、いいねとかしていただきましたら励みになりますので、もしよろしければそちらの方もご覧いただけたら嬉しいなというふうに思っております。さて、あてや、さて、暑い日がですね、まだまだ、続きますし、8月いっぱいは、まあ、とはいっても暑いですから、体調管理等々気をつけて、熱中症にも気をつけて、水分補給しながら、暑い夏、みんなで乗り切っていきましょう。ということでですね、また来週、日曜日の5時半に、お会いできればと思います。お相手は松山英和でした。それではまた来週です。ありがとうございました。失礼いたします。